どうも案件でございます、案件でございます。自己紹介みたいに案件でございますと言ってしまいましたけれども、大島康之と申します。映画やドラマの考察やレビューをやっている YouTube チャンネルなんですけれども、今回は案件でございます。広告案件でございます。で、大体僕がこうやって紹介するときにはですね、月額課金が必要になるんですけれども、最初の1ヶ月はとか最初の2週間は無料ですみたいなことを言いますね、大体ね。で、僕はまあ全部、大体のサービスにはもう入っちゃってるからいいんですけれども、皆さんちょっとね、見づらいなと、いうふうに思ったこともあるかもしれません。今までの案件動画ではそういう思いをされたかもしれません。しかし今回は大丈夫です。概要欄のリンクを飛べば、YouTube で全編再生されます。これどういう採算でやってんのかなっていうのが個人的には一番気になるところなんですけれども、概要欄のリンクを押してみてください。晒し合い、こんな夜は誰のせいという、ドラマでございます、ショートドラマですね。で、本編は第1話12分、第2話は16分っていう感じなので、今のところ僕は第3話まで、見させていただいたんですけど、てか公開されてるのが今3話までなんですけれども、合計で1時間もないですね。なので、すごくサクッと、無料で見れてしまうという究極の、ドラマコンテンツですね。本当にね、これどうやって採算を、やるんだろうというのが非常に気になっているんですけれども、話としてはね、まあ僕いつもね、こういう、話が出てくると引き合いに出してしまうんですけれども、笑うセールスマンタイプ、闇金牛島くんタイプみたいなことを今までこの YouTube で何回例えとして出したかわかんないんですけども、それ系です。で、その一人の狂言回しがですね、いろんな人が不幸になるのを見るとか、いろんな人を不幸に引きずり込むとか、そういうタイプのドラマなので、そういうのが好きな人はですね、今すぐ見ていただきたいんですけれども、そんな人がいる界隈というのがですね、非常に限定的なんですね。港区界隈という言葉ご存知でしょうか。僕は港区にはいろんな人いるだろうって思うから、この言葉は必ずしもそんなに好きじゃないんですけれども、この番組のね、企画にはですね、港区界隈に生息する女たちの言い訳が詰まった恋愛群像劇と書いてありまして、僕は港区に徒歩5分ぐらい歩けば侵入できてしまう、港、ここから港区っていうところに住んでいたので、で、その踏み越えた瞬間にですね、そんなギラギラした女の人とか、腕時計がね、キンキラキンの男の人とかがいたわけではないので、普通に住宅街というか、オフィスビルと住宅しかないところだったので、港区って言ってもなーみたいな気持ちがあるんですが、港区女子という言葉、これは割と盗作した皮肉っぽい言葉ですよね。私港区にいますよということをアピールしたい女子ということで、実際に港区に生息している女子のことを言うわけでは必ずしもないと。じゃあなんで港区にいるって言いたいのかっていうと、まあ日本で一番、地価が高かったりとか、所得税のね、額が平均で一番高かったりとかして、要はお金持ちの人が集まる場所だよと、景気がいい場所だよという、ドリームというか、幻想がありまして、そこにいるんですよ、キラキラした世界にいるんですよと言いたい、言うために頑張ってしまうという、人というジャンルですよね。で、そういう人たちが集まっている界隈のことを港区界隈と、いうわけで、実際に港区にいるわけではないんじゃないかというのが、僕の考えなんですけれども、まあそういったその心の極端な部分を抱えた人、そしてまあ行動にそれを移してしまう人っていうのが、不倫とかパパ活、整形、セフレという言葉がね、書いてありますね。ホス狂い、暴露、裏切りとかですね、そういういろんな嫌なことをですね、したりされたりするっていう様子を、配信者のですね、まあ、暴露 YouTuber みたいな人ですね、配信者、この人は顔を出してないので、今有名な国会に行かなくて話題になっている人とかとは、まあ、ちょっと全然違うタイプの、人ですけれども、まあ、あ、でもまあ、こういう人もいるか、顔隠してる、暴露する配信者っての、いますね。実在しますね。が、まあ、主人公というか、狂言回しになっているっていう話です。はい。なので、1話ごとに、ちょっと調子乗って、自分を大きく見せようとしている人が、ひどい目にあってということが、今のところ、繰り返されているんですけれども、タイトルの、晒し合い、こんな夜は誰のせいっていうのがね、どう考えても、少なくとも僕が見た3話までの間は自分のせいなんですよね。いや、もう自業自得でしょっていうことしか、描かれていなくてですね、そこがなんか笑うセールスマンとか闇金牛島くんとかと、まあ、なんかちょっと違ってですね、より精神年齢が低いというか、その自分を大きく見せるということ
しか見えていない人たちの話という、やっぱりね、こう非常になんかね、共感はしづらい世界観の話ですね。うん。で、多分この動画を見てる人もほとんどの人はですね、そういういわゆる港区でカニカッコくくられるような、界隈の人ではないと思いますので、多分みんなわかんないと思う、登場人物の気持ちは。で、その自分を大きく見せようっていう気持ちでどんどんおかしな行動に出てしまうんだけど、まあなんかね、僕はあんまりこういう界隈の、人とはつるまないというか、得意じゃないので、その実際に現実の友達でもあんまり絡むことがないんですけれども、なんかね、あの噂とかその話としてはやっぱり入ってくるじゃないですか。で、そういう人たちがどういう行動をしてるのかなっていうのが、まあ極端ではあるけど、ある程度リアルに描かれてはいるんだろうなということで、まあドキュメンタリーと言ったら大げさですけれども、ああこんなに、そうか、愚かな人たちがいるのか、いうるのかっていう、面白さは僕の中ではありましたね。うん。でもにしてもね、少なくともね、3話中2話、1話と3話はですね、ちょっとバカすぎるんですよね。誰のせいとかじゃなくて、自分がダメなだけじゃんみたいな見られちゃいけないものが入っているスマホを人に渡したまま寝ちゃうとかさ、どういうことみたいな、レベルの愚か者が登場します。うん、っていう、話ですね。で、すごいなと思うところとしてはですね、ロケ地がですね、大体こういう無料ドラマとか、ネットドラマとかだと、すごいチャチい感じに、なっちゃいがちですけれども、そこにね、すごい力を入れていまして、現実に歌舞伎町で一番大きいと言われるホストクラブを使っていたりとか、美容外科の、実際の病院を使って美容外科のシーンを撮っていたりとか、で、しかもなんかすごいでかいんですよね。天井が高いタイプの、すごい景気がいい、美容外科を使っているのでですね、映像が、全然ね、チープなところがないんですよ。で、ホテル、リーガロイヤルホテルを、実際に使っていたりとか、してですね、なんかね、ネットコンテンツ特有のせせこましい感じっていうのが全くなくて、果たしてこの景気の良さはどこから来るのだろうという、疑問が、さっきも言ったようにですね、僕の中で一番大きいですね。うん。で、まあ何にしてもですね、無料で見れますので、まあ大島なんか言ってんな、よくわかんないけど、みたいな感じで、とりあえず、概要欄のリンクをですね、クリックしていただければですね、勝手に第1話が始まりますので、とりあえず雰囲気を見てみてください。あ、で、なんか、あ、こういう世界あるよねって思う人もいるかもしれないし、最初から最後まで、この人たちが何をしてるのかっていうのが全然わからない人もいると思います。で、とりあえずね、第1話は今の時点で、2週間前に公開されたんですけれども、9万再生いってまして、多分ね、自動再生される広告のやつとかは入れてないと思うんですけれども、その割には今のところ、じわじわと再生されていまして、あ、やっぱ一部の人はこれハマるんだなという、感じがしております。で、キャストがですね、基本的には俳優さん、なんかモデルみたいな風に見える俳優さん、インフルエンサーみたいな、顔に見える俳優さん、っていう、あとホストに見える俳優さんみたいな、感じの人たちが、バーっと出てるんですけれども、かなりね、重要な役だと思うんですけど、バーのマスターの役で、加賀屋のね、加谷さんが出ていまして、髪が長い方ですね、女性の役とかを主にやる方の加谷さんが、出ていましてですね、すごいいい演技をしていますし、絶対なんかこの人あるんだろうな、というふうに、思います。はい。なんかね、そういう考察とかするのも好きな人は、見てみるといいかもしれないですね。ホームページのクレジットを見てみるとですね、制作著作 Apex Entertainment というふうに書いてありまして、Apex さんが作っている、オリジナルコンテンツなんですよね。っていうなんかね、挑戦として、あ、ドラマを作るっていうのは、しかも無料で出すっていうのはですね、非常に、珍しいことだと思いますので、まあ、映画を作るとかならわかるんですけど、ドラマを作るっていうのはですね、どういったことになっていくのかというですね、外側の IP を開発するプロジェクトとしても興味深いので、ちゃんと見守っていきたいなと思っております。で、個人的にはね、この主人公の配信者みたいな人がですね、まあ、なんかね、すごいなんか極端な正義感を持っている感じなんですよね。で、明らかになんかそれはちょっとおせっかいというか、謎のなんか強すぎる世界観、その自分を大きく見せようとしすぎてずるいことをしているやつは地獄に落ちた方がいいと思っていて、それを晒すんですよ、映像をどこからか撮ってきて、っていうことをやってるんですけど、この人の価値観が、最後まで最終話に、行くにつれて変化しないとダメだなというふうに思っていて、そこが一個ですね、このドラマがどうなるか、どういうクオリティになるかというところの試金石だと思います。うん、この人が最初から最後まで、強強だったら
つまんないかなと思っちゃうかなというのは案件では言わない方がいいんだろうか。怒られたらこの部分カットします。はい。という感じで、まあ、なんかね、いろいろね、気になる要素がどうしてもある、もので、テレビドラマとか映画とか見飽きてしまったよという方はですね、もう無料なので、全部無料なので、完全ノーリスクなので、しかも全部見ても1時間いかないので、今のところね、とりあえず、概要欄の、リンクをクリックしてみるといいかなと思います。あ、で、そう、毎回本当に思うんですけど、こういう案件をね、僕いただくときって、大体映像を見て紹介してくださいっていうもの、ばかりだし、それはもう基本的には大歓迎だし、ありがたいんですけれども、自分が普通に、生活してて、普通にただアンテナを今まで通り張って生きていたら、見なかったものを教えてもらえるっていうことが、すごい、助かりますね。これ多分ね、俺教えてもらえてなかったら、知ることがなかったんじゃないかなっていうぐらい、こういうものを楽しむ界隈っていうのは、その僕の、ところには、入ってこないようになっちゃっているので、こういった形でですね、たまたま見せてもらえたっていうことがですね、非常に嬉しかったりします。で、皆さんもね、そういう方もいるかもしれないので、おすすめに上がってきたりしているよという方はね、それはそれで教えてほしいですね。おすすめに上がってきたのでもう見てましたとかですね、こういう人が、出ててこの人のファンなのでもう見てましたとかですね、いろいろなんか見てる方は、コメントで教えてほしいし、まあでも、まあ、基本的にはこのさらし合いこんな夜は誰のせい公式の方の動画にコメントしていただく方が多分ねドラマ的にはいいんだと思います。はい、というわけで久しぶりの案件動画でございました。以上、大島康之でした。ありがとうございました。